はい、11.2 でございます。なんとか his many hours of study, he did not make much progress in German. まあ、勉強たくさんしたんだけど、ね、progress は進歩ってことなんで、進歩がなかったと、German はね。これまさに僕ですね。僕も大学の時に、まあ、必修でドイツ語勉強したんだけど、あんまりね、much progress ね。I didn't much progress in German.まあ、今ね、Everyday German っていうのがね、流行ってますけど、まあ、流行ってるかどうか知らないけども僕の同僚のステファンってやつはドイツ人なんですよ。でもドイツ人だけど、まあ、父親がドイツ人なだけで、まあ、アイルランドでの、生活経験が長いんで、まあ、どっちかっていうと英語を普段喋るんですけども、まあ、もちろんジャーマンもネイティブで、まあ、すごいですね。まあ、ヨーロッパって、まあ、当然今ユーロになってますから、確かパスポートもなくて、パスポートも必要なくて、隣の国に行けたんじゃなかったかなと思いますけど、まあ、とにかく、まあ、そういう、なんていうかな、まあ、ハーフって言うとちょっと、あれかもしれませんけども、そういうね、人種の移動じゃないけどもね、そういう、いろんな優秀な人が生まれつつあるみたいですよ。さて、まあ、要は、勉強したけれどっていうことで、まあ、逆がいいと。ね、リスパイトってやつがそうですね。ないないにもかかわらずっていう。これ前置詞ですね。まあ、すべて前置軸と呼ばれるやつでね。まあ、この場合はディスパイト。まあ、インスパイトオブとも言いますけどね。がいいでしょう。